はい、お晩でございます。歩いてお酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。12月24日のクリスマスイブの夜でしたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。俺にしてみりゃそんなクリスマスイブとかなんかんなカタカナの日なんちな関係ねえもんで、まあ普段通りおったわけですけど、ただ愛花の、若い人たちはなんだろう、商工会の人なんだか、今年も子供たちに、クリスマスプレゼントをなんか配って歩くようなそんなことをやっとったらしいです。はい、でそれが終わってかなんか分かりませんが、まあ今日日曜日で、普段だなってことねえんだかな。まあ日曜日の夜夜中そんなに混んでねえんだろうなと思いながら、ちょっとあそこのウリトの寿司家さんってとこ行ってみましたら、まあ若い人でごった返しておりまして、これはやっぱり30代20代30代の人間の行く店だなと思いながらも入って、この酒だけを缶してもろて、缶した酒を飲んできたわけです。広島の流星夜の帝王、まさにあそこの名前、あそこの店からしてみればぴったりなんじゃねえかと思います。9時から、夜の9時から朝の5時までやっとるっていうところですから、夜の帝王、そこに人が集まり、もう一本は、奈良県の水牛木本純米というやつです。この21BY、 これも缶して飲んできました。まあ自分のところでここで実際に関して飲むのと、ああいう店でこういう自分とこの酒を、まあ納めさせてもらった酒をあえて飲むのっていうのも、まあ同じ酒なんだけども、こう味が違うというか、うまさが変わるような、一段とああいう店で飲んだ方がやっぱりちょっと安めんだかなというような気がしながらも、隣に座って、たまたま居合わせたというか来た、酒蔵のあんちゃんがおったんですけども、まあ、そういう人と喋りながら、いろんなこと喋りながら楽しく飲んで、どうだろう、30分か40分ぐらいおっただけなんですけど、まあ今が12月24日が明けて25日のもうすぐ3時ぐらいなんだけど、おそらくまだあそこの店は若い人で、まあ、わいわいと賑わうとんだねえかなと思いますが、はい、うちで飲む酒と、他のよそへ行って外で飲む酒、同じ酒でもあったとしても、こう雰囲気で味っちゃ変わるかなと、楽しさは変わるんだねえかなと思ってきたわけです。今度は2月、新年明けてから2月ぐらいにまたこの店で松館小僧の会ということで、まあ、ちゃんこ鍋プラス何かを、料理を食べながら松館いろんな酒の缶を飲んでみようかなと考えております。今日はそういうことで織戸の寿司家さんへクリスマスイブの夜に行ってきたという話でした。お若い人でごった返しとったということです。元気があっていいんじゃないでしょうか。明日は仕事、普段なら、月曜日で仕事なんだけど、それはそれで、まあ若い人は元気よく飲んでください、遊んでください。また明日も仕事頑張ってください。うちらも頑張ります。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、寿司家さん24時間使い、いつでもいつ行っても賑やかな店のお話でした。はい、以上です。